ました、7月の北海道やってまいりました。狙いはブリですね。先週ぐらいからね、結構かゆがあって、イワシとね、シラスマグリっぽいんですけどね、もう餌も節眼もだいぶ安定してきてる。で、いった話で、やはりね、ここね、函館周辺の、ジーソンになるんですけど、ね、やってまいりました。今、夕まずめですね、ちょっと初日、ちょっとポイントのね、状況を見ていきたいと思います。来る途中ね、ちらほら鳥はいたんですよ。そういう意味ではね、ちょっと可能性が。ラクラク、ラクラクっていうか、あとはね、最後はこのマズメで接岸したやつ、個体をね、ちょっと狙っていくといった時間帯です。まあ、朝マズメもね、ワンチャンスあるんですけど、ね、夕マズメも結構活性上がりますんでね。ロッドはね、103のXXXH、トリプル XH ですね、ショアガンエボルブ。今ね、メインラインはね、電波店の3号から。今回はね、この3号中心に、上下という形で2号、4号。今まで180、160とラインナップあったので、ね、今回、ね、140のこれプロとですね、できました。入れてみましょう。明日からまたね、ぐるっと回ります。ブリ狙ってきます。
2日目北海道、今日はいよいよ本番という形で朝から来ました。でちょっとね、東方の風がねだいぶ上がったのと、まあ一瞬気配をそれほどね薄かったんで、今函館方面からね日本海側に少し走らせてきましたね。103トリプル XH ラッシュダイブ180からやってね、サイズ見ながら、変えていきたい、狙いをぶりで行ってみましょう。そこまでこう魚が水面持ち上げてたり気配はそれほどまでないんですけど、少し上にね鳥が何羽かいるんで、タイミングで出そうですね。サイズ落としましょう。160。160ですね。一つ落とします。ショートピッチ短いストロークで全然暑くないのに服の中が暑いから熱中症になっちゃうしょうがない。気をつけてね。さあちょっとサイズ落としていきましょう。140にどどと入れましょう。足だよね。行ってもだいぶ明るくなってきちゃったからな。カラー変えてこう。ごめんよ。キビナゴカラー入れてみよう。少しこうトランスルーセント効かせて側線にフォローを打つと。ちょっと竿持ち替えましょう。一気に XH まで落としましょう。で P2 号までね落とし、ちょっとライトに攻めた方が良さそうな時間帯。魚は多分いるんですよ。これいるんだけどね、やっぱりこう日がね高くなってきて、食いにくくなってる、そんな状況で食わせましょう。
んだけいい照明入ってるとね、魚はね、あの照明素って絶対入ってると思うんですよ。ただまあ鳥もいないしベイト系もないっていうね、状況、まあそれは状況としてあんまり変わってないところなんだけど、まあそこにいるであろう魚をいかにこう誘い出していくか、もしくはね、ルアー沈めて、目の前に持っていくかといった感じになります。一通りプラグで攻めたら今度はねジグも入れていきますね。上から探っていって、どんどんレジ下げていくと。これを一つと、ライトに落としました、103ね、クセキでギグのレベル4ですね。ちょっと今服、シングルリア1本でかいのかかってもいいように変えていきましょう。上は今出てないけど下入ってるやつがねこれで反応してくれれば。少しだけ沈めて上から刻んでいきましょう。今日あれだね、雨との瀬戸際曇天多少地合いが長くなってるよね。ああ、ちょっと行ってる間に海の状況が良くなってきたね。ちょっと今海良くなってきました。少し潮走ってきた、ね、160ラッシュダイブ。でここから組み立てていこう。よしよしよし、出そうだよ。うわ、出そうだけどね。すごい海いいですよ。多分もうちょっと走ってきそうだけど、潮自体大きいからね。
よっしゃー、食った出たよ、ねえ、160いい出方しましたね。160イワシからですね。腰寝潮目がね出て走ってきたところ、よっしゃやったね、もういいコンディションだ、うう、よっしゃよしよしよし、やりましたね、ダッシュダイブ160よいしょ、出てくれましたね、よいしょ、元気元気ね、うわね、朝一発目のね試合おしまいになったかなって思ったところなんですけど、潮がパッとこう走った瞬間いい出方してくれましたね、うう、最高。はい、そういうわけでね、2022年、初夏のね北海道青物ゲームという形で道南エリアを中心にね、各ポイント、乱眼していきました、魚はね、何発か出てくれました、まあ、キャッチしたのは、初日の魚なんですけども、それ以降の日もね、各ポイント、今ご覧いただいている通り、こんな感じでねラッシュダイブ、ですね、まあ、主にトップ使っていったんですけども、誘い出しという形でこう特に鳥が、回ってたりベイトが浮いているという状況でなくてもですね、ラッシュダイブでこのようにね反応をもらうことはね、各地、各地のフィールド各所でね反応をもらいました、そういう形でね、まだまだ実はやりたい ところだったんですけど、今日もこんな天気のようにですね、だいぶ荒れた天気になりまして、今回ちょっと短い期間だったんですけど、北海道、ぐるっと一周という形で道南エリアを楽しんでいくことができました、またね、来シーズンですかね、いい青物回ってきたタイミングで訪れたいと思います、最高な思い出をぜひ皆さんも楽しんでいただければと思います。